iPad は Apple によって開発および販売されているタブレット型コンピュータである。小型版である iPad mini およびミドルレンジモデルの iPad やハイエンドモデルの iPad Pro については個別記事を参照のこと。商品の表記についてスペースやハイフンがなく P のみが大文字である iPad が公式商品名である。 アメリカ西海岸時間の2010年1月27日、サンフラニシスコで開かれた製品発表会で最初の iPad が発表された。販売されるモデルは Wi-Fi のみと Wi-Fi と携帯電話事業者が提供する通信網である第3世代移動通信システムまたは第4世代移動通信システムの機能を搭載した2種類のモデルがある。文部科学省による ギガスクールでは2021年2月時点で iPad が28.1%とトップシェアを獲得している。サポート終了販売終了アップルストア、携帯キャリアで販売中モバイルネットワーク対応モデルを含めた各機種の使用詳細については各機種の記事を参照。また iPad mini iPad Air iPad Pro の機種ごとの使用一覧は それぞれの記事を参照。ソフトウェアキーボードによる文字入力先行して発売されていた Apple のスマートフォンである iPhone の OS、iOS をベースとした iPadOS 採用。画面を使ったマルチタッチスクリーン方式のインターフェースを備え、iPhone アプリは基本的にそのまま動くようになっている。画面の真ん中に拡大せず表示するモードと、 二倍に拡大して表示するという二つのモードがある。以前まで日本語入力は、クティ配列、または金50音配列のソフトウェアキーボードによる入力のみに対応していたが、iOS5 から iPhone で採用されているフリック入力にも対応した。また、画面サイズが大きいことを生かし、ホーム画面での1ページあたりのアプリケーション、登録数が20個に、 またドックバーに登録可能なアプリケーションも6個に増えている。iOS はこれまで同様に Web ブ,ブラウザのプラグインをサポートせず、Adobe フラッシュには非対応。iOS 9からはマルチタスク機能が強化され、iPad Pro, iPad Air, iPad, iPad Mini 2以降では横から小さいウィンドウを引き出す形でアプリを重ねて表示するスライドオーバー。 ウェブ上やアプリで見られる動画を小さい窓で表示し、任意の場所に置くことができる、ピクチャーインピクチャー、さらに iPad。プロ iPad Air 2以降、iPad iPad mini 4以降では1、1、または2、1で2画面に分割して2つのアプリを同時表示できる、スプリットビューが使えるようになっている。iPad OS 13.1では、マルチタスク機能が、 さらに強化され、スプリットビューおよびスライドオーバーで複数のアプリを切り替えることができるようになった。日本仕様の iPad は、ソフトバンク、au、NTT ドコモの3社いずれもが使用可能な通信会社となっており、各社とも iPad 専用のデータ通信プランを用意している。プランとしては、両社ともに大まかに以下の通りとなる。いずれも、 定額制プランや二段階定額制プランの超過分については料金割引サービスの適用対象となるため購入から24ヶ月間は利用料金から一定額が引かれる。また利用の際にはインターネット接続量が別途発生する。いずれのプランもそれぞれの会社が提供するコーシウムセンランサービス auWi-Fi スポットどこも Wi-Fi を利用できる。 キャリアメールとしては、ソフトバンクは、e メールが、au は、イスウェブメール、ドコモは、ドコモメールが、使用可能となっている。また、国際ローミング使用時の、海外パケット定額サービスの適用対象にもなる。iPad の、第4世代以降とミニシリーズでは LTE による、通信のため、通常時では、通信量が 7GB を超えた場合速度制限が、課せられ、 それを解除するオプションも用意されている。また、三社協にオプションサービスとして、テザリングにも対応している。一方、日本通信は2010年12月1日より、SIM フリー版の iPad 向けに、専用のマイクロシムによる通信サービス、B、マイクロシムプラチナサービスを提供、6ヶ月間、または1年間の先払いで、 NTT ドコモのネットワークを利用することができるようになる。なお、NTT ドコモも2011年4月より開始したシムロック解除に合わせてドコモショップに持ち込むことで既存のシムカードからマイクロシムカードへの交換を開始しており、これを使うことでシムフリー版 iPad をドコモのネットワーク及びデータ通信料金体系で利用可能となっている。また、 アップルの試作としては、アメリカで、エアーに、ミニ3以降、プロのシム、フリーモデルを購入すると、標準で、アップルシムと呼ばれる、シムカードが同梱され、これを装着した状態で、設定画面上で2意の通信会社をその場で、短期契約の形で、選択可能となっている。2015年7月からは、ギグスキーと提携して、世界70カ国で、 プリペイド通信サービスが使えるようになっており、日本でも2015年11月17日より、au の LTE データプリペイドが AppleSim に対応、同時に、日本の Apple トアでも AppleSim の発売を開始することになった。2016年9月には、ソフトバンクの 4G データプリペイドも AppleSim に対応している。2010年1月での製品発表では、 セルラーモデルにおいては、SIM ロックがかかっていない、SIM フリー端末として発売するとしており、日本国外では、実際に SIM フリー端末で発売されている。そのため、海外で購入した iPad を、日本国内で使用することは可能である。ただし、電波法の関係により、iOS 4.2のアップデートで、ソフトウェア画面上に、技的マークを、 表示可能なことが条件である。日本では iPhone を取り扱うソフトバンクの動向を含めセルラー版 SIM フリー端末の扱いが注目されることとなり iPad の発表を受けて NTT ドコモが2010年1月29日に行った2010年3月期第3四半期決算説明会でマイクロ SIM への対応がほぼ可能であることなどを説明したほか 同年4月28日の2010年3月期、決算説明会では、iPad 向け SIM カードを販売する方針を示した。だが、1月の発表時の Apple による説明と異なり、日本で発売される 3G 対応モデルには、SIM ロックがかけられることにより、ソフトバンクモバイル以外の回線は使用できない。SIM ロックがかけられた理由として、孫正義社長は、 ソフトバンクには他キャリアに割り当てられている800メガヘルツ帯を持っておらず、電波でハンディキャップがある分、新しい文明の力や違う切り口で戦うと述べている。これを受けて NTT ドコモはマイクロシムの発売を断念すると発表。山田隆史社長も iPad をドコモ 3G 回線で使いたい人はいるとして、こうしたユーザーには、 モバイル Wi-Fi ルーターの利用を進めるとした。その後、NTT ドコモでは2010年11月に、本機の競合機種である、Android タブレット端末、Galaxy Tab を発売している。一方、発表時の情報では、世界での SIM ロックの取り扱いが明確でなかったが、当時の最高経営責任者、スティーブ・ジョブズが、 日本のユーザーからのシムロック解除希望の電子メールに対し日本仕様では海外動態通信事業者の SIM カードについては SIM ロックがかかっていないと返答その後アップルの広報担当者がこの件に関するウォールストリートジャーナルの取材に正式に回答し海外の SIM が使えると明言孫社長も iPad 発売日での取材でアップルと同じ回答をした このため、日本仕様の 3G 対応モデルは、国内では、シムロックがかかっており、ソフトバンクモバイルのみ、使用可能、海外では、シムロックフリーという変則仕様で発売されている。その後も、日本国内仕様は国内のみ、シムロックがかかった状態で発売されていたが、2014年7月1日より、アップルが、アップルストア、オンラインで、 完全シムフリー仕様の iPad の発売を開始している。また、2015年5月から総務省のシムロック解除義務化を受けて、それ以降に発売される iPad mini4 や iPad Pro 以降の機種は、分割購入日より100日が経っている場合、シムロックの解除が可能となる。世界での出荷台数、累計出荷台数の推移は以下の通り。 iPad は、富士通が開発した商品の名称であるが、富士通は商標を Apple に譲渡した。中華人民共和国新選手にある電気街では、iPad そっくりな、IPD、ア p a d なる商品が、日本円で1万円程度で販売されている。2014年3月27日、Microsoft Office の iPad 版である、Office for iPad が発表された。 オブソリート製品は米国を含めた世界でサポートを終了した製品。ヴィンテージ製品は米国以外でサポートを終了した製品。ありがとうございます。